それを立証する証拠、あいつの御剣剣士の知らない証拠で。そうだ、意味合い。何ですかな、その愛らしい携帯電話は。これは現場に落ちていた被告人の携帯電話です。何だと。そしてここには事件当夜、彼女と被害者との会話が録音されているんです。聞いてないぞ。何や自分は。来月の給与査定、楽しみにしておくがいい、糸のこぎり刑事。静粛に静粛に。エルサール。あただいまの通話録音しました。4月3日午前9時27分。